こんにちは、野賀です。今ちょうどお風呂上がりでまだ髪も乾かしてない状態なんですけども、今日は私のいつものスキンケアをものすごくリクエストが多かったのでご紹介しようと思います。まず私の肌は、どっちかというとオイリーな方なのかな。私は結構グリセリンとかヒアルロン酸とか、ああいうもっちりしっとりしたタイプの化粧水とか、あとパックとかつけるだけでもすぐに肌が荒れるというか、そういうプツプツしてニキビができちゃうタイプなので、基本的に割としっとりめが合うようなタイプです。それも踏まえて聞いてもらえたら嬉しいなと思います。特に毛穴がね、詰まりやすい方とかは参考になるかなと思います。スキンケアお風呂から出たらすぐにするんですけども、一番最初にするのは化粧水の前に化粧水の浸透を良くするための導入剤、ブースターのようなものを使っています。これはなくてもいいんですけども、やっぱりあるとね、その後の化粧水の入りが結構違うので、まあできれば使った方がいいかなと思います。今まで使った中でコスパとかも含めて一番おすすめなのは、今はちょっと手元にないんですけども、ソフィーナのパワームース、泡状で出てこう肌になじませるやつなんですけども、それはねすごくその後の化粧水の入りが良くなったのでおすすめです。あとは、ちょっと高いんですけども、ランコムのジェネフィックアドバンスドというこういうやつ、これで1万円ぐらいするんですよね。結構肌の調子が良くないなとか、そういう時はこういうものを使っています。こうやってスポイトで取って、結構とろみがあって香りはほとんどしないんですけども、気になるところを中心に肌になじませています。肌の調子が良くなります。そのニキビとか荒れやすかったような肌が明らかに調子が良くなります。のでこれを化粧水の前につけています。導入剤の次は化粧水なんですけども、こちらは SK-II を使っています。これも本当にめっちゃくちゃいいんですけど、めちゃくちゃ高くて、1年間ぐらいずっと使ってて、であまりにもやっぱ高いから、他に同じような効果が出るものを探して結構いろいろ使ったんですけども、やっぱり本当に SK-II が良すぎてまた戻ってきました。で合わせて2年以上はもう使っているのかな。本当に匂いはね全然良くないんですけど、なんか冷やすとそんなに匂いが気にならないので、私はちょっと冷やしながら使ったりしています。 SK-II 推奨の使い方はコットンに染み込ませて使うらしいんですけど、私は両方試して全然手でもそんなに効果が変わらなかったので、私は手でやっています。SK-II を使ってから肌のキメとか透明感がアップして、だいたい1週間ぐらいで割とすぐに効果が出始めるんですよね。肌が私は丈夫になったなって感じました。結構荒れやすかったんですけど、どんどん健康になっていってるような感じがするので、 SK-II の化粧水は本当に大好きです。もうこれだけは今は惜しむのはやめようと思って、本当に SK-II の化粧水はまあ高いだけあってやっぱりいいなと思います。で結構ねサラッとしたこういう水っぽいテクスチャーで、そんなに保湿力はないです。なので、この後にしっかり保湿をした方がいいかなと思います。あとは本当に香りが無理で諦めちゃった人とかもいるみたいなので、まずはサンプルか小さいサイズから試してみるのがいいかなと思います。めちゃくちゃにおすすめです。今日一番おすすめかな、どうだろう、1番か2番目ぐらいにおすすめです。次は美容液代わりに私はビタミン C を使っています。一番最初に私が使ったビタミン C がこちらのロート製薬のメラノ CC というやつなんですけども、これがだいたい1000円ぐらい、ニキビ跡とか毛穴とかにすごくよく効きます。でちょっとねビタミン C のものすべてそうなんですけども、ちょっとじんわりとして肌が荒れてたりとか敏感なところはちょっとピリピリするんですよね。だからまあそれは要注意かなと思うんですけども、香りはなんだろう、なんか本当にビタミン C っぽい香り、ちょっと苦いレモンみたいな感じですね米津玄師みたいな香りで、ちょっと油オイルなんだけどちょっとキシキシとしてます。使用感はそんなに良くないです。ただね本当にこれがすごく良くて、あビタミン C って効果あるんだなと思って、もっといいビタミン C を使ってみたいと思って結構いろいろ試したんですよ。これは韓国でよく美容系 YouTuber の方がおすすめしてる韓国のグータルの、このビタミン C の美容液とクリームだったりとか、あとはキールズから出してるものだったりとか、これですね、いろんな美容雑誌で賞を受賞しまくってるオバジの 25% 入っているものだったりとか、いろいろ使ってみて
私がね、結果から一番良かったなと思うのはこれです。キーユズの DS ラインコンセントレート 12.5C というやつですね。これがね、50ml でだいたい8000円ぐらい。で、こちらが 12ml で1万円ぐらいなんですよ。で、圧倒的に有名で評判が良くて、濃度が高いのはこれなんですけども、12ml で 25% 入っているのがこっちで、こっちは 50ml で12.5% なので約こっちのが2倍多く入ってるんですね。ただこっちのが量が圧倒的に多いので、総合的なビタミン C の量だとこっちの方が多いのかなと思います。肌に使う時もこっちはこんな感じで数滴垂らして使うもので、まあ、浸透力はすごい高いなとは思うんですが、こっちはねクリームなんですよ。こういう感じのクリームで結構厚みを持って塗れるので、塗った感じのそのなんだろう、ビタミン C 特有のじんわり感とか、その次の日の肌の感じとかの効き目で言うと、私はね、総合点で言うとこっちの方が圧倒的に効果があったなと思います。なので、まあ予算がある人は、本当にこれめちゃくちゃおすすめ。TS ラインコンセントレート。ビタミン C ってシミとか日焼けとか美白だけではなくて、毛穴とか、肌の張り感とか、全体的にものすごく肌の調子が良くなるので、何かしら、もし試したことがない方はぜひ試してほしいなと思っていて、まず一番最初に合うか合わないか試すのであれば、一番最初おすすめするのはメラノ CC です。で、メラノ CC ってその実はこの有名なオバジと同じ会社ロート製薬が両方とも出しているので、本当にねその効果はかなり抜群というか、価格のコスパで言えば圧倒的にいいです。ただそのメラノ CC がすごいいいなと思って、さらに予算がある方にはこちらのキールズめちゃくちゃおすすめします。もうビタミン C はね、明らかに肌が良くなる。本当にこれは使い続けたいなと思う一品です。で、ビタミン C まで入れたら、あ、これはねどっちのタイミングかな、ビタミン C より前かとか、まああんまりニキビのところに直接はそんなにいろいろ塗らないので、順番はそんなこだわってはないんですけども、もしもちょっとニキビとかができそうだなとか、ちょっとでもポツって感じた時は、私はすぐにポツッとできた時は、私はすぐにこういうアクネスのようなものを塗っています。これはね、そんないろんな種類を試したわけじゃないので、これがめちゃくちゃいいかって言われると、まあ別にそんなことはないんですけども、何かしら早めに予防という意味で常に持っておくのはいいかなと思います。そして最後はこちらです。で、クリームは先ほども言ったように、私そのしっかり保湿するとニキビとかができちゃうタイプなので、あんまりねプルプル系がダメで、こういうクリームみたいなタイプだと肌に合うんですが、で SK2 のクリームはね、肌にツヤが出て次の日すごくツヤツヤっとなってますで、これもすごくおすすめで、こっちはね化粧水みたいに嫌な香りしないです。なんて言うんだろう、緑茶みたいな清潔な香りがします。で、すごく使いやすいかなとは思います。ただまあおすすめ順で言うと圧倒的に化粧水です。化粧水が本当におすすめで、化粧水使ってよかった人はさらにクリームもラインで使うと効果が出るかなと思います。で、全部終えるとちょっと手にほっぺが張り付くような、こう吸い付く音聞こえるかなっていうところまで来たら、スキンケアは終わりです。いろいろ結構早口でもう乾燥するのが嫌で早口でバーッと喋ってしまったんですが、おすすめで言うと一番は高いけど SK2、 それからビタミン C ですね。ビタミン C はまあ予算があるならキールズでも全然ね、メラノ CC でも効果は感じられるので、まずはメラノ CC かな。これはすごくおすすめです。そしてまあクリームはすごくいいですね。ちょっと高いものばかりのおすすめになってしまいましたが、やっぱり肌はね、そのシミがすごいできてしまったりとか、毛穴が開いてしまったりとかすると、戻すのってものすごく大変なので、日々の予防とかこういう日常のスキンケアはしっかりお金も時間も私はかけたいなと思っています。ポイントメイクとかそういうところは全然お金かけないし、全然もうキャンメイクでも何でも安物でもいいんですけど、本当にスキンケアだけは、まあ、高いから必ずしもいいとは限らないんですけども、自分に一番合うものが高いものなのであれば、まあ、そこは惜しまずに使いたいなと思っています。
あとはできるだけ肌をきれいに保つために考えていることは、化粧は肌に悪い、特にファンデーションですね。ファンデーションは肌に悪いっていう認識を持つことですね。だからできるだけ塗らないので済むのであれば、できるだけ塗らない。帰ってきたらすぐ落とすし、まあ、ちょっと人となんか、なんだろう、LINE とかで電話するときぐらいでいちいち化粧したりとか絶対しないし、で使うときはできるだけ肌に優しいものを最低限本当に隠したい部分にだけ塗る。これがもうこのスキンケアより何よりも一番大事です。やっぱり本当にファンデーションは基本的に肌には良くないので、荒れてしまったからといって隠すためにすごい高い、カバー力の高くて値段も高いファンデーションをつけてで荒れてみたいなのは本当に一番意味がないので、お金をかけるならまずはスキンケアで、次に肌に優しいファンデーション。肌に優しいファンデーションって私は今エトボスかなとか使ってるんですけど、せいぜいどうだろう、まあいくらぐらいだったかな、まあ、3000円から8000円ぐらいの間であるといえばあるので、まあ、その間で肌に合うようなファンデーションを少量をね使うとか、あとは日焼け止めは強すぎるものを使わずに FPS30 ぐらいのもので肌に優しいものをしっかりこまめに塗るとか、そういう風に工夫しています。はい、ということでこれが私の毎日のスキンケアでした。さっきちらっとお話ししたファンデーションなど、私の日常のメイクについては別の動画でご紹介しているので、よければチェックしてみてください。洗顔とクレンジングについてはまた別の動画でお話ししようと思います。チャンネル登録も忘れずにお願いします。では、のがチャンネルののがでした。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。